H&KVP70 はドイツのヘッケラーコッホ社が開発、発売していた世界初のポリマー製フレームを持った自動拳銃である。VP70 のコンセプトそのものは第二次世界大戦の頃に計画されていた国民拳銃まで遡る。配色濃厚であったドイツは少ない資源と労力で生産可能な火器を研究していた。 国民拳銃はその中の一つであり、試作品が完成していたが、生産される前にドイツは降伏した。戦後、1960年後半に H&K 社は、兵器購入予算をあまり取れない諸国向けの銃器として、国民拳銃のコンセプトを受け継いだ拳銃の開発を開始した。この新型拳銃はという、当時としては、革新的な拳銃として設計された。 1968年に最初のデザインが完成し、国民拳銃のコンセプトに加え、オプションの重傷を装着することにより、短期間銃として用いることができる、という多用途拳銃として完成し、国民拳銃の頭文字にあやかるとともに、設計が完了し、生産が開始された1970年から VP-70 と命名され、各方面への売り込みが図られた。 初期生産モデルの評価をもとに、グリップ形状などを改良した、軍用専用モデルである VP70M、民間向けにセミオートオンリーとした VP70Z も販売され、VP70M は、アメリカ軍正式拳銃である M1911 の後継機種選定トライアルにも出展されている。しかし、VP70 は、実用面では問題が多く、 アメリカ軍時期正式拳銃選定トライアルでは、実写テストにおいて、惨単たる成績に終わって、不採用となった。価格も従来の拳銃に比べて特段には安価な、ものとはならず、公式装備としてまとまった数を購入したのはモロッコ、などの極めて少数の国、機関に止まった。結果、軍用、民間用どちらも期待されたほどの売り上げが叶わず、 各型合わせて約2万5000兆が生産されたものの H&K 社は1989年8月に生産を打ち切り VP70 は商業的には失敗作となった。なお VP70 は発表当時としては斬新なデザインと得意な機構から重機愛好家の間では人気が高く特に生産数の少ない QX21mm 弾型は コレクターの間で高価で取引されている。国民拳銃のコンセプトを受け継いだ VP70 はコストダウンのために先進的なアイデアを数多く盛り込んでいる。VP70 には独特の構造ゆえにいくつかの問題があった。これらの問題により本銃は他の QX19mm パラベラム弾を使う拳銃に比べて威力が劣るにもかかわらず、 反動が大きく命中精度が低いという結果となった。ストックがあるとはいえ、ストレートブローバック方式であることと、2200発、紛争等という高速の連射レートも、相まって、三点バーストは一括した非常に大きな反動として体感された。そのため、三点バースト時の反動制御は困難であった。疑似大型の焦正と消耗を組み合わせた。 独特の照準機は形状が従来の拳銃と異なるために照準を定めづらいと不評であったが、これについては狙いがつけやすく優れているという評価もあった。弾薬の適合性に厳しく正規ライセンス品ではないコピー生産品の銃弾やハンドロードされた再生弾ではしばしば作動不良を起こした。このため、 必ずしも高価な正規品を使用できるとは限らない、第三世界や民間での使用において問題が多発する結果となった。また、弾薬の状態にも厳しく、表面が汚れたものや古く保管状態が悪い弾薬では高い頻度で作動不良が発生した。アメリカ軍事機正式拳銃選定トライアルでは、軍用拳銃において最も重要な点とされた。 ある程度汚れた弾丸を使用して発射する、保管状態の異なる弾薬を混用して発射する、テストにおいて、相談不良発生率20%という惨憺たる成績に終わっている。銃の素材としてのポリマーの使用は、生産過程において高度で複雑な金属加工を必要としない代わり、全く新たな製造ラインを構築する必要があったために、 製造現場において新たな設備投資が必要で、生産コストは設計当初の予想よりも大幅に超過したものとなった。また、これは、H、H&K 社以外での生産に多額の投資を必要とするため、製造ライセンスの輸出に高いハードルを設けることになり、幅広いセールスに支障をきたすことになった。VP70M 重症を装着した。 状態 VP70 の遊戯重化は小林多造の設計によって2度行われている。1度目は MGC より発売された発火式モデルガンで初期型の VP70 がモデル化されている。大きな特徴としては別売の重傷を装着すれば実重通りの三転車が可能という点が挙げられる。しかし作動が不安定だったことから 当初発売予定であった重症の作動保証のないジャンク品同然の扱いで少数が販売されるに止まった。二度目は小林自身の立ち上げたメーカー谷おこばのブローバックガスガンで VP70M をモデル化している。このモデルにも重症が用意されており、こちらは快調な3転車が可能となっていて、モデルガンのリベンジを果たす形となった。 蒸気以外にも、1980年代初頭には、米沢玩具より、ストライカー式の遊戯銃が発売されていた。ありがとうございます。